違うそれ。めっちゃ刺激がありました。腕の筋肉を強くしたい、太くしたい、たくましくしたい、引き締めたいって方にとってですね、もう家のトレーニングだったらもう最適解じゃないかなと思います。おっす、久野自重筋トレ道場へようこそ。久野です。このチャンネルは元フィジークチャンピオンである私久野が自重筋トレやストレッチなどのお役立ち情報を皆様にお届けするチャンネルです。本日は上腕三頭筋、腕の筋肉をめちゃくちゃモリモリにできる椅子を使ったディプスについて解説していきたいと思います。これですね、腕の筋肉を強くしたい、太くしたい、たくましくしたい、引き締めたいって方にとってですね、もう家のトレーニングだったらもう最適解じゃないかなと思います。前やったダイヤモンドプッシュアップもいいんですけど、ダイヤモンドプッシュアップよりも上腕三頭筋のより付け根に近い部分を使いやすくなっていますし、筋肉のサイズを増やすにはもうこっちがいいかなと思います。どのご家庭にでもある椅子を使ったエクササイズなので簡単にできます。やっていきましょう。じゃあですね、やっていく腕をやるんで腕も出しましょう。最近私も入念に行きたいけど、上腕三頭筋、上腕三頭筋で3本あるんですけど、上腕三頭っていうぐらいですから、外側のラインがこっちで、内側のラインに2本あるんですけど、特にこの内側のラインを鍛えたいんですね、今回は。で、内側のライン鍛えたいんですけど、この椅子を掴む、手でこうよりも掴んだ方が安定感があるし、内側で押しやすいです。親指側に乗るというよりも小指側の手の根っこのあたりに乗せる感じの方が効きやすいですね。自然と脇が締まる感じですね。で、こうするともうすでに入ってると思うんですけど、肘を曲げるというよりも全身使って沈ませていく。押す。全身使って沈ませる。沈めば沈むほど体が丸まる。体が丸まった結果かかって沈む感じ。丸めて、ちょっと体を伸び上がらせながら押す。じゃあちょっと5回ぐらい連続できます。という感じ。腕で押し込む、上がった肩を下げることによって上腕三頭筋が収縮します。肘だけを曲げ伸ばししようと思うと効きにくいし、肘の負担が強くなるので、全身使って押してください。リップスは肩関節、肩甲骨もとっても関わりますので、押し込む、押し込むという動きを意識してください。肘から先だけ動くんじゃなくて押し込むという感じですね。で、トレーニング的には外側に効いても間違いではないですけども、こっち側の内側にこの種目の場合は効かせたい感じですね。上腕三頭筋もですね、外側と内側の2本のラインがあるんで、鍛え分けをしていきたいですね。ちなみにダイヤモンドプッシュアップは外側のラインを使います。これは内側のラインですね。じゃあちょっと一緒にですね、10回やっていきましょうか。でいきます。息を吸いながら下ろしましょう。しますね。めっちゃ刺激が入りました。内側に1本こう鉄の芯入ったぐらい反復感があります、ね、まあ上腕三頭筋自重トレーニングでも十分パンプして発達させることはできますので、自重トレーニングはよりきつく丁寧にやると負荷を上げれるのと同じぐらいレベルが上がります。だからスパスパスパパンパンパンとこうリズミカルにやるよりも、筋肥大目的だったら、一回一回丁寧にやって負荷を感じ取りながら、呼吸を取りながらやっていくっていうのがおすすめです。筋肥大目的なら、そんな感じで負荷調節をしてみてください。10回簡単だよって方でも、丁寧にやればいくらでもきつくできますんで。はい。という感じで、ぜひやってみてください。参考になりましたでしょうか。今日の動画がここまでになります。面白かった、ためになったと思われる方は、チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。